に行って命令受けるんです、はい、で第四コーマ隊っていう名前までついてるんですね、特攻隊の。それでコーマ隊って名前がすごい、すごい、うん、その人がこれ乗ってきて、実は、はい、一泊二日で朝鮮を経由して、はい、そのこの立ち洗い飛行場に乗ってくるまでのずっと記録が日記上でずっとあるんですね。そして最後の方のところになって、うん、これを運んでて、ですね、偶然になんですけどね、はい、どこやった、ここかな、あ、ここだ、はい、博多の海の上空でね、はい、エンジンが止まっちゃうんです、故障 でここに書いてあるように、はい、ね、再び発動機が停止し、高度が300メートルしかなかったために、はい、陸地に到着せずして、はい、博多の海に落ちてしまいましたって、こう、ちゃんと書いてあるんですね。すごい、あ、それ でこの人は飛行機と一緒に、あの、海に落ちたんですけど、はい、自分だけ助けられて、はい、で立ち洗いに連れてこられて、はい、元気になって、はい、別な飛行機あてがわれて、はい、知らんから特攻隊で戦死されるんです、ね、結局は戦死されて、飛行機だけがそのまま海の中に50数年間残ってたっていうのが初めてそれで分かったんです、ね、あ、すごいですね。でこの人 お母様がちゃんと言ってくれてね、出てこられたから分かった、そう言ってこられたんで初めて分かったんですね。でこの人の衣装を持って見えた女性の方から聞いたんで、はい、この飛行機っていうのは、はい、あの立ち洗いで保存しなければ、僕たち、はい、ここやってましたから、はい、保存しなきゃいけないって言って、はい、保存するのにこんなボロボロの飛行機じゃ、はい、見てもらうのに気の毒だからって言って、これを復元しようということを決めたんです、ね、はい、